と本当に苦しい試合の流れの中で勝てたこととやっぱみんなでこう守って攻めたことを攻めて切れたっていうのが本当に自分たちにとって自信になるので、また来週から試合がどんどん続くので、こういう試合を毎試合続けれるようにしていきたいと思います。はい、ミユでしたよね、確か。ミユから、もうミユがあそこで持ったらクロスに入っていこうっていうのは、あの練習からやってた形で、本当にいいボールが来て、前のディフェンスがもう被るなって感じだったので、もう落ち着いて、もうまっすぐ、もう練習通りの感じで、そんなに緊張もなく、見ることができました。そうですね、結構、もう2年ぶりぐらいになると思うんですけど、本当に嬉しかったです。あれは しんどい中で結構やっぱ追いつかれて、なかなか自分たちが、まあ、自分たちのペースではボール回せなかったんですけど、最後本当入ってきたミヤとかがあそこでグッとドリブルで入ってきてくれて、自分はもう本当にあそこにいいボールが来たんで合わせるだけだったんですけど、もうボテボテだったんですけど、ゴールに吸い込まれて、自分の得点成功がみんなが本当に最後まで諦めなかった結果かなと。いや、自分でも本当にここまで戻ってこれたことが嬉しいですし、本当にみんなが待っててくれたからこそ戻りたいってずっと思ってましたし、そのみんなとこのピッチで戦えたことが本当に幸せだなと思います。スタメンで帰って来れる日が来るっていうのはすごいやっぱ嬉しくて、まあ、小野ひとみと一緒で一緒にスタメン張れて、やっぱ競争の中でもそういうやっぱ戻ってこれたっていうのがやっぱチームの競争がもっともっと活性化されると思いますし、多分今まで出てた子たちもやっぱ負けたくないっていうのももっともっと出てくると思うので、チームがもっと成長できるようにもっともっと今まで頑張りたいと思います。今日は応援ありがとうございました。苦しい試合でしたが、みんなで力を合わせて最後勝ち切ることができました。今後も、試合が続くので、ホームの試合はぜひ岩下に足を運んで一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。